TikTok を中心に日常動画が話題の兄弟インフルエンサーモーリー、森英俊、森修斗は、19日放送のテレビ東京系、占いなんて信じない、毎週木曜深夜1時30分に出演。モーリーが先天的難聴であることを告白した。バル、モーリー。先天的難聴を告白、10歳ぐらいが人生で一番不幸、と占われたモーリーは、小学校4年生。初めて僕手術しました、と告白、言ってないんですけど、もともと耳が悪いんです。耳が全く聞こえてなかったんです。今も左耳がほぼ聞こえてないんです。顔の左半分痺れてるんです。と左耳が先天的難聴であり、10歳の時に手術をしたことを明かした。小学校の時とか保育園の時、みんなは喋ってる言葉が何かわかるじゃないですか。僕はヘッドホンつけてるみたいで何も聞こえない。無音の世界なんでぼーっとしちゃう癖があるんです。何か喋っても聞き取れないんで、敬語も一人だけ覚えるのが遅かったり、言葉も何言ってるかわからなくて人よりも言葉知らずだったり。ご自身について語ったモーリー、今は全然聞こえてるじゃない、という言葉に、今は大丈夫です。治ってきてるんで、と話した。